プリティーヨセス。では行ってまいります。はい、こんにちは。今回もですね、前回、久しぶりですね、愛知県名古屋市、中川区の、近鉄霞森駅周辺に来ております。こんな感じですね。ここはミニストップなんですが、注目すべきはこちら。元祖台湾たこ焼き、霞森本店、たこ焼き屋ですね。丸芝さんにお邪魔したいと思います。では行ってまいります。さあ、久しぶりにやってまいりました。元祖、たこ焼き、何だったっけ、台湾たこ焼き、丸芝さんに来ております。アムちゃんこちらチラシ、あれ、僕のチラシがないぞ。あ、あったぞ。こちら登録お願いします。店長、この前ちゃんとカメラの写真ツーショット撮れてなかったんで、ちょっとタグがしちゃったんですよ。はい、今日どうですか、調子は。今日は悪いです。悪いですか。コロナが、あ、コロナの影響で全然来ないです。あれ、結構でも激しくあれですよね、報道しすぎっていう感じが。そう、だから煽ってる、もうね、そのせいでみんな外出ないから。ああ、もうひどいですよ。お客さん半分いたですもん。あの、ツイッターとインスタ、もう前回やってきました、ね、あ、ありがとうございます。僕もYouTube の方ありがとうございます。入っときましたんで。はい、ということで、ありがとうございます。ご主人さんです。はい、今日はバッチリ撮れました。なんかコロナの影響で、やはり客足が遠のいているということで、ちょっと他にお客さんが見えるということで、ちょっと静かにやっていきたいと思うんですが、まあ相変わらずこうチラシが、これ気になるのがこの村上祭、この村上祭っていうのは格闘技のつなぎというかな。はい、格闘技の大会っぽいですね。で、なんか、あと前回ちょっと紹介多分しきれなかったと思うんですが、このぬいぐるみとか、これ実はかぶり物とかになってるんですよね。で、こう、なんだろう、ワンちゃんのぬいぐるみかな。こういう感じで、ワンちゃん、そしてタコ。これはあれだな、銀ギラパラダ、海物語のタコだな。という感じで、やってまいりました。相変わらず、あ、これお客さんに、
店の話。あ、あ、ありがとうございます。ということで早速、今日はですね、醤油マヨ、を頼みました。あ、こちらですね。見えるかな。こちらです。はい、ではプリティをしていただきます。はい、ということで、元祖台湾風、たこ焼きですね、丸島さんの方、また、面白おかしく、まあ、しゃべりながら、あと、たこ焼きをいただきました。ということでね、本当になんか来るお客さん、来るお客さん、みんなアットホームな感じで、じゃあ、シママさん、でした。ではまた、あと定期的にまた来たいと思います。チラシの方、チラシっていうか手作りのチラシ貼ってあったということで、ご主人さんに最後挨拶したいと思います。じゃあ、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。では、バイバイ。